シワサークル所属してまして、夏に合宿に行くんですね。2日目の時なんですけど、この辺りに心霊スポットあるから行かないって言い出して、その場のノリでもうみんなよしよし行こう行こうってなっちゃって、私はそういう怖いのはちょっと苦手なんですけど、コテージだったんですけど、一人でポツーンって残るのはそれはそれで怖いんですよ。なんでしゃあないっつって一緒に行くって言って、8人か行ったんですけど、錆びれちゃった人気のない温泉街ちょっと行った先に実は学校があって、そこが心霊スポットになってるんですよ。でそこがおかしな噂があって、2階の右から2番目の窓を見たら呪われる、見るだけだからそんな怖くないだろ、行ってみようぜって話になりまして行ったんですよ。私は車の中で待ってたんですね、行きたくないから。運転してる先輩も待っててくれて、5分10分ぐらいしてからいきなりみんなが猛ダッシュして帰ってきて、え、何何何って言ってる間にパン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 ってこうドアを叩いて、開けて開けてって言うので、開けてあげたら流れ込むようにみんなが入ってきて、閉めて早く出してってパニック起こしてるんですよ。うちらもなんだかわかんないまま先輩も車を出して、何どうしたの言ってたんですよ。みんなパニックだからなんか言ってるんですけど、わけわかんないんですよ。え、何何何何、落ち着いてって言ってたら急に車が止まっちゃってエンジンかかなくなっちゃった。え、動かなくなったって、エンジン早くかけてよって言うんですけど、かかんなくて全然。後ろからチリーンチリーンっていう鈴の音がするんですよ。その音どんどん近づいてきてるんですよ。それみんな聞いてるんですよ、私だけじゃなくて。またそこでパニックが起きちゃう、全く車を動かず、その間にもどん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 チリンチリン音が近づいてきてて、で車の真横でピタッと止まったんです。私何を思ったのか、終わったって思ったんですよ。思わずその音の下窓を見ちゃったんですよ。そしたら髪の毛を全部顔の前にダーッ垂らして、赤い血走った目で女の人が窓にバーンって手をついてこっちを見てたんですよ。そこで私気失っちゃったみたいで何も覚えてないんです。気がついたら先輩におんぶしてもらってコテージに戻ってたっていう。その晩誰も寝ずに、やっと朝になって落ち着き始めた頃に、何があったんですかって聞いたら、あの後私が気を失ってすぐにエンジンがかかって車を発進したんだそうで、無事には帰ってこれたんですって。そのバックミラー見た時に、その女確実に車に行ったところに立っててるのを車を運転した先輩も助手席の先輩も見てるんですよ、っていう体験をしました。二度とだから心霊スポットに行かないと決めてます。何が一番良かったってさ、宿までついてこなくてよかったね。これ後日談がありまして、ついてこなくてよかったねって話だったんですけど、長野の軽井沢の方かな、そこに風穴ってのを知ってますか。昔氷とかを保存していたっていうすごい寒い洞窟ですよね。そこに行くっていうことになって、森みたいなところを歩くんですよ。ちょっと歩いてたら前の方で女の人の悲鳴でキャーっていう声が聞こえて、大丈夫ですかって聞いたら、大丈夫だよ、ちょっとね脅かそうと思ったんだって言うんですよ。その先輩、そういう冗談なんかあんまり言わない先輩なんですよ。やっぱ疑問が湧くんですよ。果たしてさっきの先輩だったのかなーって。多分ね、普通に先輩だと思うんだけど、先輩は何かを知っててごまかさなきゃいけない状況があったんじゃない。例えばまだ見えてたとか、ついてきちゃってる、その先輩だけすごい見えるようになってて、そばにいるのをずっと目視してたのをごまかしてたのかとか。あ、でもそれだとしたら私一個納得がいくんで、それからしばらくして夢見たんですよ。やっぱり同じようにその女の人が私の横にいてじーって私を見てる夢を一回見たことがあって、やっぱりあの鈴の音しましたもん。で、やっぱ見えてないだけでついてきちゃってんじゃない。で、唯一その正解を知ってるのがその先輩なんじゃない。可能性はありますよね。なんかそんな感じはする。